目が疲れてる人はやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、たったの1分でですね、目の疲れを劇的に取る方法を紹介しようと思います。タートルもですね、実際パソコンをするのですごくね、目が疲れやすいです。で、目薬とかもね、もちろん刺すんですけども、眼球っていうのは目薬とかをね、吸ってくれないので、スーッとする感覚とかはね、もちろんあると思うんですけども、目の周りの筋肉とかは緩んだりしないので、目の疲れがね、意外と目薬では取れないです。で、今回タートルがね、やってる方法としてですね、ハンドタオルを使ってですね、入浴の際に目に当ててですね、疲れを取ってます。よくホットアイマスクとかね、あるんですけども、その都度ね、買うのは、例えばめんどくさいので、このタオルがね、1個あれば、全然目の疲れが取れます。やり方としてはですね、このタオルを、いつもね、シャワー浴びたりしてると思うんですけども、シャワーをジャーッとかけて、目にね、ぐーっとね、5秒から10秒ぐらい当てます。で、またね、温度が下がってきますから、またシャワーをぐーっと当てて、またぐーっとね、5秒とか10秒ぐらい抑えます。これをですね、5、6回するだけで、目の周りがね、すごいね、筋肉が緩んで、目の疲れがね、翌日すごい取れてます。目の奥がね、疲れて痛いなーって時とか、翌日楽になってますんで、ぜひね、試してみてもらえたらと思います。やってみたか感想はですね、よかったらコメント欄でお待ちしてますんで、ぜひ簡単なんですけども、実感がありますんで、やってみてもらえたらと思います。ということで、今回はたったの1分でですね、目の疲れを劇的に取る簡単な方法でした。よかったらチャンネル登録やグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。